いつ起きるともわからない大地震。大きな揺れに対して家具が転倒しないようにする収納式家具転倒防止ボックス。耐震くんの振動実験を東京八王子にある公的機関財団法人 UR 都市機構で行いました。阪神・淡路大震災の 120% 増しの大地震に対しても、家具全体が前に出てきた程度で、家具は倒れなく、耐震くんの威力は大地震に対しても威力を発揮しました。岩手・宮城内陸地震の震度6強程度の揺れに対しては、家具は少し動いたぐらいで倒れなく、耐震くんは威力を発揮いたします。震度7の新潟中越大地震に対しても、家具は倒れなく、耐震くんは威力を発揮しました。